はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はメガ盛りラーメン食べていこうと思いますが、今日ね訪れてるお店、僕の後ろにもうすでに見えておりますね。もうみんなが大好きラーメン山岡屋さんということで、この山岡屋さんといえばがっつりとしたね豚骨系のラーメンがメインと、どの店舗さんも大人気のラーメン店でございます。いろんなね各地方にもありますので、皆様も食べたことあるかな。僕もですね自分の動画で一度撮影をさせていただいたことがありますけれども、こちらの山岡屋さんにはですねネットで調べるとメガ盛りなる裏メニューがあるということで、大食いのね僕が行かないわけにはいかないと思いまして、本日はお店に訪れております。とは言ってもですね、このメガ盛りなんですけれども、通常のメニューが約3玉まで増やせるというメニューとなっておりまして、今回はですねその裏メニューなるメガ盛り食べつつですね、せっかくであれば大食いですから裏企画としてね、この山岡屋さんで何玉食べれるかなんていうのもね並行して企画していこうと思います。まあとは言ってもですね、特にチャレンジメニュー等ではないので、無理をしない程度に美味しくしっかり大食いしていこうと思います。じゃあ早速入りましょうか。ということでですね、ただいま山岡屋さんの店内に入っております。山岡屋さんはですね、こう入店時に先に食券を購入してテーブルにつくシステムとなっておりますので、すでにねちょっと1杯目の注文は完了しておりますが、もちろんね1杯目は一番券売機の上にある醤油ですね、これをチャーシュー麺で注文しまして、もちろんメガ盛りということで、大盛りを選んだ後に追加でトッピング大盛り券を買うことで購入ができる、この大盛りの大盛りですね注文してあります。でもちろんですね、ここのラーメンはラーメンだけでももちろん美味しいんですけど、パンチ力ね強いので、ライスをね2つほど注文してあります。でこの後で、ね、2杯目のメニューももうね買ってはいるんですけれども、後ほど注文するとしまして、今回はね出来立てをしっかりと1杯ずついただいていこうと思います。でこの山岡屋さんはですね、こんな感じで麺の硬さ、油の量、味の濃さが選べまして、今回はねやっぱりそのままを食べたいということで、全部ね普通で注文してあります。いやめちゃくちゃ楽しみだな。前回撮ったのがもうだいぶ前ですので、山岡屋さんね僕の動画で紹介するのは久々ですけど、やっぱねうまいんすよ。なんかね店員さんにもお伺いしたところ、このお店ねやっぱり人気店でして、この昼時になると相当な数収容できる路面店ですけど、余裕で満席になるということで、いやこのね人気のラーメン楽しんでいきましょう。ということでですね、本日のメニュー到着しました。本日1杯目にいただきますのが醤油のチャーシュー麺で、もちろんメガ盛り注文させていただいております。こんなでかい器あったんだっていうぐらいちょっとね食べながらいろいろ紹介するとして、早速こちら出来たてをいただきたいと思います。いただきます。やっぱね山岡屋さんといえばこのスープなんで、やばい、むちゃくちゃうまいな。はい、お願いします。あ、うまっ、がっつりうめ、ちょっともういろいろ具材とか麺いっちゃいましょうか。で、このメガ盛りですよ、うわパンパン、このねネギ具材をどかすと、このつらつらまで麺パンパンです。うまそう。うまい。ああ、好きだなこれ。やば。この豚骨と醤油のいい香りで、この麺の美味しさよ、この染みた麺がさプリプリ食感でうまい。うまっ。ちょっとこれライスだな。
うん、あ、めちゃくちゃ米合う。どうしよう、これ3玉あっという間だな。うーん、うますぎ。このね、ラーメンに使ってる特製の太麺、だいたい茹で上がりまでに7分ぐらいかかるってことなんで、ちょっとこの辺りで追加の方も注文しちゃいましょう。はい、お待たせ。すいません。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと一旦これ餃子行くか。このまんまだとラーメンだけなくなっちゃうんでね。でもこの出来たてとお米ですよ。うまっ。うん、無理だ、止まんねえ、ね、皮のパリパリ感めちゃくちゃ美味しいですし、あんもね、しっかり味付いてるんで、このまんま餃子でももちろん美味しいんですけど、せっかくなのでこのね、ちょっとスープに浸してよりジャンクにしちゃいましょうか。うわ、うまっ、うまっ。このスープと合うな。ごめんなさい、あっという間です。うますぎ。ちょっとせっかくなんで残りね1玉ぐらいですし、卓上で少し味変しちゃいますか。やっぱりここはせっかくなんで卓上のニンニクですね。いやー、うわ、あ、絶対うまいやつだこれ。やばい。あ、ダメだこれ、無限に食える。ということですね、ただいまこちら1杯目完食させていただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。すいません。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。終わった直後、超ベストなタイミングで2杯目来ました。ということで本日2杯目にいただきますのが辛味噌ラーメンということで、もちろんこちらもメガ盛り3玉入っておりまして、このメニューなんですけれども、辛さが4種類から選べます。小辛、中辛、大辛、激辛と。で、今回はまあベースの美味しさを味わいたいので中辛注文をさせていただきまして、それ以外にも海苔のトッピング、そして油を背脂に変えられるというこの背脂変更を注文して、まあ、ちょっとね熱いのでちょっと腕めくらせていただきます。よし、
早速出来たて2杯目いただきます。これね、 SNS とか調べるとこの辛味噌もかなり人気っぽくて、僕が勝手に見て感じる限り醤油に次いでというかもう同じぐらい人気なほど、まあ、ツイートをね拝見するんですけど、うまそう。あーうまっ。これあれだ、みんな好きなやつだ。さっき醤油の方でネギチャーシュー麺を注文したんで、こっちではネギ入れてなかったんですけど、これこそネギだわ。辛味噌ネギにすればよかったな。うわうまっ。てか背脂もうまっ。いやこの麺もいっちゃうか。やばいね、赤く染まってるよ。うまそう。あ、これ好きだな。いや、めっちゃ好き。今回この一杯は味濃いめで注文したんですけど、やっぱ濃いめにしてる分味噌の風味超強い。すげえうまいな。これやばいね。すごいですわ。今まだ12時前ですけど、しっかりと満席です。うわすげえな。やっぱみんなこの一杯求めてくるんですね。これ食いたくなるもんな。そしたらここでですね、別途注文してあるチャーハンですね、一旦そのままいくか。あと2名食べた。あ、うまっ。あ、うまいな。シンプルでごま油効いててうまいわ。ただね、ちょっと今回このチャーハンそのまま食べるだけではなく、アレンジをしようかと思いまして、このコロチャーですね、今回はこちらの6個入りのコロチャーシュー、別皿でいただきました。こちらをですね、ここに、うわチャーハンに乗せまして、豆板醤をここに乗せますと、でさらにこのラー油を少し垂らしてこう一緒にいただくと。うんまっ、うんまっ。このチャーハンめちゃくちゃうめえ。これね、トッピングなんですけれども、食券を提出する際にラーメンに入れますかと一声お声掛けがありますので、別皿でとお話ししていただければこんな感じで別皿でもらえるんですよ。なのでこのラーメン以外にもですね、他のサイドメニュー等にトッピングをねアレンジしてみて、オリジナルチャーハンであったりとかオリジナルメニューですね、これをですね見つけるのも山岡屋さんの楽しみの一つなんだよね。ちょっと皆さんもぜひ自分のお好み見つけてみてください。いや、めちゃくちゃ楽しいな。うまっ。すげえ好きだな。
本部あ、23、2名様お願いしますあ、そうだいやー、たまんねえな、俺でも言った通りですね、まあ、お腹いっぱいになるまで今日は本当は食べようかなと思ったんですけれども、撮影を始めて、今30分ちょっと現在ですね、店内も満席になっておりますので、今日はちょっとこの辺りで終了したいと思います。はい、ということで本日はですね、こちら山岡屋さんでメガ盛りと称される3玉の入った超デカ盛りラーメンを2杯いただきました。本当はですね、以前山岡屋さんで撮影した時に僕も感動したプレミアム塩豚骨ラーメンですとか、他のね味なんかもいろいろと紹介しようかなとは思ったんですけれども、ちょっとね店内も忙しくてご迷惑になるかと思いますので、本日はこの辺りで。ではね、今日ね紹介したメニュー以外にも通常のラーメン、その他にトッピング、そしてサイドメニュー等々、いろいろとね魅力的なメニューが多すぎまして、この山岡屋さんはね1回2回じゃ食べ尽くせない、かつ来店を重ねれば重ねるほどなぜか好きになっていく不思議な魔性のラーメンですので、ぜひ皆様もですねお近くの山岡屋さんで美味しいラーメン、そして一品物等々食べてみてください。では本日は、6玉完食ということでごちそうさまでした。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。